本日はもし ADHD の人が総理大臣になったらというのを演じていきます。 ADHD を持っているといろんな症状特性が出るのですが、それは総理大臣という仕事に向いているのかというのを前半で演じ、後半ではその詳細を具体的にお話ししていきます。面白おかしく ADHD が学べますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、よーいスタート。総理、先日お願いしていたあの件どうなりましたか？ごめん、まだできてないわ。ああ、そうですか。今は何をされてらっしゃるんですか？憲法改正のための手はずで忙しいんだって。いつまでもアメリカにさ、押し付けられた時代遅れの憲法を使ってんのも時代錯誤いいとこじゃん。なるほど、確かにそちらも大切ですね。ちなみにですね、今朝拉致被害者の方からご連絡があり、お話ししたいとおっしゃっていました。あ、そうだ、そっちもやんなきゃいけなかったんだ。憲法改正後ででいいか。そうだな、より多くの人に認知された方がいいから、ちょっと電波オークションとかやって、新規参入テレビ局しやすいようにしておこうか。え、そんな簡単に？めっちゃ急やん。かしこまりました。そのようにこちらで動いてみます。総理、フィリピンの大統領からのお電話です。ああ、だ、ハロー。おー、イエー、ロングタイムノーシー。おー、ハウアーユー。はぁ、オッケーオッケーオッケー。イエース、オーコース。オッケーオッケー、はい、バイ。なんとお話しされてたんですか？とりあえずね、国家間の力を強めるために貿易協定結んだ。とりあえず手続きはすぐ来ると思うから、やっといて。今決まったんですか？いや、おう、家ぐらいしか今言っていませんでしたよ。バッカ、裏でいろいろやってんだよこっちは。ただサボってるわけじゃねえの。ちなみになんですが、先ほど隣国がいつものように領海侵犯をしてきておりまして、改めて抗議の声明を出していた。総理、いい加減じゃん。どうしました？撃て。え？船員を確保した後、船を爆破しろ。やられたらやり返す。倍返しだ。いや、それ、さすがにそれやばいっす。さすがに、ちょっと落ち着いてください。いいんだよ。日本人になれたらどうなるか見せてやれ。総理ー。はい。はい。オッケー、わかりました。どうしましたか？いや、憲法改正しなきゃいけないのは忘れてた。え？いつもよね、アメリカに押し付けられた。やっぱりこういった憲法を使ってるのは時代錯誤もいいところだな。ループしてね。総理、拉致被害の件は、あ、そうだ、とりあえずちょっとアメリカに助けてもらうためにちょっと降りてくるわ、今から。今からですか？急すぎません？じゃあ領海侵犯の件はどうしましょうか？あ、そうだ、忘れた。くそ、あいつら今からぶっ飛ばしてくるわ。総理ダメだこりゃ。風消す、いかがでしたでしょうか？もし ADHD を持った人が総理大臣になったらということで、あなたやあなたの周りにいる人は、うわ、この特性あるな、なんてことありましたでしょうか？僕はめちゃくちゃありました。 ADHD を持ってると、いろんな困ることとか特性とかっていうことが結構出てきますので、後半ではその詳細というのを具体的にお話ししていきます。今回の切り口というのはね、総理大臣ですけども、あなたの仕事とか人間関係なんかにも共通する部分がありますので、ぜひ学んでいってください。というわけで、 ADHD の人がもし総理大臣になったら、一つ目が外交はうまくいくというです。アスペルガーとは違い、 ADHD の人というのはもう人見知りがひどいとか、口下手すぎて何喋っていいかわからないっていう風に困ることはあまりありません。僕の周りの ADHD の方も、いや、人見知りなんてしたことないわって方結構多いです。 ADHD の特性というのは衝動性、多動性、不注意というのが挙げられるのですが、これらはアスペルガーとは異なり、人と喋るというのはうまくいくんです。とは言っても、先ほど言った多動性、つまりじっとしてられないとか、衝動性、つまりいきなり変なこと言い出したりとかってことをしてしまうので、結果として嫌われるとか、友達がいないなんてことがよくあるんですね。難しいですよね。喋るのは苦じゃないんだけども、友達はできない。人間関係って複雑です。このことに関して、以前こういった動画を上げたんですが、コミュニケーション、特に日本人の組織の中では結構生きにくいです。でも結構外国とかでしたら、 ADHD の感じというのは結構ハマったりもしますので、外国人の友達とか外交なんてのは結構うまくいく可能性があります。なんでね、以前吉浜つとむさんも ADHD の人は外国行ったらいいよみたいなね、動画上げてましたが、やはり環境っていうのは大きく左右しますので、疲れることもあれば嫌われてしまうなんてこともあります。そして2つ目が行動的ですね。発想力が豊かですので、わ、
そんな手があったのかという案が出てきたりとか、協調性、つまり行動力もあります。さらには結構ちゃんと言うことは言うタイプですので、リーダーとしてはとても心強いです。まあ、今回政治のことに対しては具体的に話すつもりはあまりないんですが、いやもうちょっとやってくれよみたいな時ってあるじゃないですか。でも ADHD を持っていましたら、イケイケどんどんでいろいろアクティブに行動できますので、もしかしたら国民の期待に応えてくれるかもしれません。むしろね、逆にちょっとやりすぎじゃねって批判を食らう可能性もありますけどね。政治だけに限らず、リーダーというのはリスクを取って決断するというのが仕事ですから、下から反対されようと、周りに何と言われようと、まあ、社長であれば会社、政治家であれば国というのを良くするために決断して物事を進めるということは大切になってきます。そういった意味で ADHD の人は向いているかもしれません。そして3つ目が、とは言っても進捗は遅いです。言ってしまえばマルチタスクがどうしても苦手ですので、いや今これやってんだからそのこと言ってくんじゃねえよみたいになったりとか、こっちの案件どうしましょうって言われたらそっちに意識がいってしまうので、今やってることがほっぽり出されて、結果全然物事が進まないなんてことがありますね。なおかつ決裁権、つまり何か物事を決める力を自分で持っていたらいいですが、周りと一緒に相談して決めなければいけないってなった時、行動的であったり発想力豊かなんてところが周りは理解ができず、強く反発されてしまうということもあります。そう、いくら下のために動いていたとしても、それを理解できない下に足を引っ張られちゃうってことなんですね。これは日本だけに関わらず、やっぱり世界のあちこちで起きていることで、なかなか理解の浅い人たちがみんな自分のことしか考えてないで発言されるなんてこともあるんで、物事ってのはなかなか決まんないんですね。なおかつ今の政治というのはリスクを取らず、物事を大きく進めず、活動しているようなふりをできていれば支持ってのはある程度保ててしまいますので、日本を含め組織というのが大きく変わるというのが難しいというところがあります。総理大臣って言ったら実感はありませんが、身近な仕事のこと、人間関係のことで置いてみるとより分かりやすくなると思います。まあ確かに人間関係難しいし、フットワークも軽いし、発想力豊かだけども物事進むの苦手だし、反発も多いみたいなね、こと思い当たるんではないでしょうか。とは言っても、まあ長所と短所というのは裏返しですので、長所は伸ばしつつ、短所はどうすれば長所に活かせるのかとか、まあ最低限のところはカバーできるのかということを考えつつ、あなたの生活というのをより良くしていってください。僕は普段このように発達障害を持った人が問題を解決するような動画ですとか、発達障害を面白おかしく学べる動画を毎日投稿しています。より多くの人の理解が広まるように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は発達障害カウンセラーなので、いや仕事とか人間関係全然うまくいかねえよとか、どうしたら自分の特性、短所っていうのを長所に活かせるのなんて悩んでいる方は、ぜひ1対1でカウンセリングさせていただきます。ホームページもしくは Twitter からお問い合わせください。 ADHD 思っていると、まあ、困ること結構あるんですけれども、武器というのもたくさんありますので、ぜひあなたの個性や才能というのを伸ばしていってください。あなたの幸せや成功、これより応援しております。以上、かずきでした。